日本が世界一と言われたバブル期、この欲求に向いていたビジネスマンのエネルギーが時代の移り変わりとともに社会や地球全体に向いてきている。若者たちは本気で動き出すきっかけを探している。今後の日本の担い手たちへ、この番組では経営者というレンズを通して学びや動き出すための気づきを与え、日本の未来を作り出す。友達の連絡先を全部捨てたりとか、ネゴシエーション、小学生からネゴシエーションしなきゃ、だって自分の思い通りになるじゃないですか。飲みの席、これ時給いくらですかとか、仕事の場面だけで見てるとわからない場面ってあるんですよ。20代の頃にもやもやもやっとしてたのは、なんかマグマみたいに溜め込まれてたんじゃないかなって。フォージャパン、日本の未来がここに。この番組、社長さんいらっしゃいになったんですか？急に変わったのびっくりしたと思うんですけど、はい、1時間前まで家にいたんですけど、はい、急遽飛んできました。あ、早速あの2人が転職しちゃったのかと思います。ピンチヒッターということで。ピンチヒッターですよ、まだ。さあ、よろしくお願いします。本日はですね、社長は若い頃から個性的だったのかというテーマです。社長というのはやはりある能力や人間力が抜きんでた方が多いと思うんですけれども、うんうん、今の若い人たちはというと、時代背景もあって平均化して見えやすいとも言われますよね。もうそれこそ目立たない、うん、目立つのを恐れる人たちがね、はい、多いみたいですけども、それでは11人の社長に聞いてまいりましょう。20代から個性的だったと答えた方は11人中なんと8人です。その中でも何が個性的だったかというと、大きくスキル2人、メンタル4人、フィジカル2人の3つに分かれました。はい、まずメンタル、社会福祉法人エイジ福祉会の樹代純翔さん、はいはい、株式会社ラティーナの菱川博之さん、はい、スーン株式会社金本壮太さん、株式会社ハピロボエスティの富田直美さんです。まずは樹代さんは常に自分軸で生活していたということですが、自分軸とは具体的にどのようなことでしょうか？僕大学京都に行ってたんですけども、2年生の時ですよね、まあ、京都に自分から望んで行ったんですけど、今じゃないなと思って、もうやめて石垣島行っちゃったんですよね。はい、ここにいては自分がいなくなると思って、なのでもう自分で20歳になった時には20年ほど前なので、スマホもない時代なので、まあ、タウンページってやつを調べてですね、石垣島の仕事ないか仕事ないかって1日100件ぐらい、で住み込みで住めるところいいから住まさせてくれ、何でもしますって言って、やってたっていう少年でした。なぜ石垣島に？もともと水泳選手やってたんです。で、まあ、小っちゃいというか泳ぐのが好きで、サーフィンというスポーツに18歳でやったんですね。もう海がただ綺麗なところに行きたいっていう、ただそれだけですね。それがもう社長への道筋を作ったと思いますか？まあ、そうですね、もうそういった、なんだろうな、自分が今やりたいこととか、まあ、どういうふうに見られたいとかじゃなくて、自分がどうやりたいか、どうなりたいか、もう目力に迷いがないですから、そこにもう後悔とかないわけですよね。後悔はなくてですね、まあ、僕やらない後悔よりやった後悔って僕言ってるので。お、出ました、日めくりカレンダー作りましょう。こういうのいっぱい集めてね、はい、でもそういうもんですよね。そうなんです、やらない後悔ってずっと引きずりますからね。さあ、そして菱川さん、常識ということに対する反骨心があったということですが、具体的にどのような反骨心でしょうか？今年僕らのテーマとして未常識という言葉を、これも商標も取って世の中ちょっと出したいなと思ってるんですね。でそれが多分20代の頃のベースにあったと思うんです。常識という一つの枠ですよね。例えば常識的じゃないよねとか常識的だよねっていう言葉に対してすごく20代の時っていうのは違和感をすごく感じたわけです。でそういうものをやっぱり外していかないと新しいアイデアとか発想とかいわゆるアイデンティティみたいなものっていうのが多分生まれてこないんだろうなと。だからそういう部分に対してやっぱ反骨心というよりも疑問っていうかですね、自信がないと突き進めないですよね。常に自分が間違ってないと思えば他人がどう思っても正しくやっていくと、そして答えを出せば認めてもらえるんだという。だからよくうちのスタッフに言ってるんですけれども、ことを正しくやるんではなくって正しいことをやろうと、その考え方で物事っていうのは常に見ていこうっていうのを常に言ってます。ことを正しくするのではなく正しいことをやる、はい、これも日めくりに入れてください。もう5日目できま
2日分で終わりましたからね、はい、さあ続いて金本さんは自分の意思を持ち実行力があったということですが、はい、具体的にどんなご経験がありましたか？今の会社とは別で兄と会社立ち上げたタイミングではあったんですけど、まあ、その時っていうのはやっぱり僕も若いで、まあ、それこそ友人とか興味が湧くことってたくさんあったんですよ、周りに。それを全て捨てるというものを僕の中では頭に入れて、まあ、例えばなんですけど友達の連絡先を全部捨てたりとか、あとはソファーを全部捨てたりとか、あとテレビも全部捨てました。あとはゲームも全部捨てて、仕事をしないといけない環境下を作ってもう仕事にコミットをするっていう。断捨離とか言いますけどもう徹底してますね。あると無理なんで、もうカーテンも二度寝しちゃうんで絶対カーテンは開けるとか自分を追い込みたいんですかね。追い込まないと逃げちゃうんですよね。追い込みすぎな感じもね。こう宿題とかテストとか与えられたものをやるっていう生活感で生きてたわけじゃないですか。でその中で自分が社会に出た時にやらされる環境ってない状況でやるっていうのは絶対甘えると思うんですよ。ちなみに夏休みの宿題はいつ頃やってましたか？夏休みの宿題はごめんなさい、最終日ぐらいにやっぱり追い込んでね、はい、追い込んで、はい、そして、はい、富田さんはですね実力志向へと変わったということですが、もともとどのような志向だったんですか？もう私皆さんとかなり違うのはまさに戦後、私団塊世代のピークなんです、はあ、そうすると小学校の前に文房具があるんです、ええ、毎日帰りがけに文房具に行っておばちゃん何かないって聞く。買ってみたらその通りじゃないんですよ、そうすると家帰ってからどうやって返品しようかっていうことを考えて、っていうことの繰り返しでネゴ力を持ってたんです。ネゴ力、ネゴ力、ネゴシエーション、ネゴシエーション。小学生からだって、小学生ってからって欲しいものがあって買ったのに、例えばおもちゃのヘリコプター飛ばないんですよ。そうすると戻っておばちゃんにこれ飛ばないって説明するわけですよ、で飛ばないってじゃあなおちゃんこれって言って出してくれるじゃないですか、だからそのやり取りを毎日やってるんです。そこでネゴシエーション力を高めた。はいはい、 いやすごいですね。結果ネゴシエーションしなきゃだって自分の思い通りになるじゃないですか、でわがままなんですよ。だからそれは子供の頃から変わってませんから、二十歳からって言われて困るんで、子供の頃からみんなが知らない好奇心にあふれて動いて、それだけの話です。全然だからあれでしょ、姫くに入んないでしょちょっと姫くの方は検討させていただきます、はい、続いてですね、スキルが個性的だったと答えたお二人が株式会社イシリスインフィニティの近藤優子さん、そして株式会社フライトタイムの谷口和樹さんです。さあまずは近藤さん、はい、若い頃は薬学のプロとして働かれていたということですが、はい、現在までのお仕事にどのように生きてらっしゃいますか？薬剤師としていろんな病気っていうものに対応してきたんですけども、はい、最終的に西洋医学と東洋医学を合体していくっていう自然療法だったりとか、こういうところにやっぱり人間の体って自然とマッチングしないといけないなっていうところになりまして、そして今能力を出すってどういうことなのかなってずっと考えていて、今この人はやはり生きているうちに能力最大限に伸ばさないともったいないなってすごく思っているんですね。でそれをサポートするっていうところにつながりましたね。すごく皆さんね、うなずいてる方多いんですけど、自分の能力を引き出すっていうことでしょうか？はい、そうですね。先ほどの文房具屋でネゴ力を高めたというのはそもそもネゴ力の種があったからなんでしょうかね。自分の中でえって思うところをそのままストレートに出してるんだと思います。誰もが文房具屋でネゴ力を高められるということではないですよ ね。みんな違うと思います。顔形が違うように。そこに出会えるかどうかっていうのはそれってすごいチャンスなので、そこで自分がこうそれ止めている何かがあるんですね。多分それが潜在意識だと思います。富田さん聞いていかがですか？いや僕は全くそうだと思うし、自分の自己満足のための勝手なんですよ。だから自分勝手に生きてないからダメなんで、自分勝手に生きてたら念をするしかないじゃないですか。だって困るんだから。はあ、自分勝手に生きるってね、でも今の時代にもしかしたら合ってるのかもしれませんが。続いて谷口さんは多趣味であり趣味を極めて学んだことがあるそうですが、どういったことでしょうか？小学校中学校高校ともとにかく趣味が多かったんですね、でとにかくそのクラスの子とか学校とか地域でやっぱ負けたくなかったんですよ、
もう釣りといえば谷口だ、模型といえば谷口だっていう、その時思ったのがやっぱり今の、 会社の経営もそうなんですけど、やっぱり振り切らないといけないなと思ったんですね、自分の世界っていうのを。で、私今この会社でパイロット育成をメインにやってるんですけども、はい、例えば皆さん普通に考えるとパイロットってちゃんと頭が良くて普通に勉強していってで、まあアベレージ的なことを考えるんですけども、私たちの思う本当に世界で通用するパイロットっていうのは振り切れてないといけないんですよね。たかが趣味ってみんな言うんですけども、その趣味をいかに極めれるか、一つのことをいかにこう愚直にストレートに追求できるかっていうのは人間が本来一番やらないといけないことじゃないのかなと思いますし、それが私の今の経営のまあ理念であったりとか信念とかにもまあ生かされているのかなと思います。遊びこそ真面目にやれみたいなね。そうですね、はい。東京日本橋と千葉県柏市で中小企業向け経営コンサルティングを提供しているワンステップビヨンド株式会社、2015年に中小企業診断士事務所として開業し、中小企業経営者の悩みに寄り添う現場に立脚した経営サポートを提供してきた。製造業、建設業、小売業、卸売業などの伝統的分野から IT、バイオなどの先端的ベンチャー企業、地方自治体まで幅広い業界のクライアントをこれまで支援してきた。クライアント数は延べ100社を超え、ますます拡大するご依頼ご相談に対応するため有能な中小企業診断士のチームを増強している。できない理由に詳しい専門家ではなく、できる方法をとことん追求する専門家であることを行動基準として、複雑化し不透明さを増す経営環境で中小企業経営者に道しるべを提供する役割を果たしている。他の事業や各種専門事業者との豊富なネットワークを生かして、よそで断られた案件にも軽いフットワークと粘り強さで対応し、多くのお客様からの信頼を得ている。顧客からのご紹介が絶えないことが信頼の証と自負している。当社のミッションは大企業に勝てる強い中小企業を輩出すること。海外展開と地方創生を軸に新しい形のコンサルティングを一緒に創造する仲間を募っている。当社の理念は独自の強みで大企業に勝てる中小企業を輩出すること、そして当社の在り方として、できない理由に詳しい専門家ではなくて、できる理由を徹底的に追求する専門家である、そして中小企業を軽やかに世界の舞台に出す、その3つを理念に活動しております。私は25年間大企業に勤務した後、独立して現在の経営コンサルタントの仕事を、会社を始めまして、中小企業支援の世界にどっぷり使っております。その中で中小企業経営者の内々尽くしという悩みを聞きながら、でも彼らには大企業が失ってしまった魅力、強みがあるということを日々見出しておりまして、それを引き出すことこそが当社のミッションだと考えて活動しております。そして中小企業が元気になることこそが日本経済の復活の鍵であると確信しております。そして未来を担う若者や子どもたちが企業を目指す社会になることを願っております。今回のテーマは、社長は若い頃から個性的だった？です。さあ、続いて独自性の中でも特にフィジカルがと答えたお二人が、有限会社相和運輸の船橋健一さん、そして株式会社岸田教育研究所の岸田光さんです、はい、で船橋さんは声がでかい、通るということを若い頃からの個性として挙げられました。まあ、とってもシンプルなことなんですけれども、はい、これはどのようにつながりますか？代表で持っている会社は運送会社なんですね、はい、皆さんのようになんかと発揮したものを持ってるわけではないんですけれども、話すことはすごく大好きで、でその話すためにはまず声を出さなきゃいけないわけですよね。でその声を、まあ、ちっちゃい声でごじょごじょってやったところで気持ちは伝わらないし、自分が今置かれてることとか自分がこれからやらなきゃいけないことっていうのを、まあ、口に出して言葉にすることによっていろんな人が聞いてるわけです。言ってしまったからやらなきゃいけないっていう、まあ、先ほど言ったあの追い込まれたらやらなきゃいけないのちょっと似てて、今この会社を自分が
約20年続けられているのもですね、やっぱり自分の気持ちを全部口に出して、ただ口に出すだけではなくて、しっかりと大きい声だったり、相手にちゃんと伝わってるかどうかっていうことを確認しながらとか、そういうのを常に思ってやってるっていうところで、言霊を信じて、言霊ですね。例えばどういう言葉を発するんですか、大きな声で。まず挨拶ですよね。挨拶、はい、挨拶は結局一番最初に人と人がつながるのって挨拶なわけです、それをちっちゃい声で話してしまうと、そこでもうその人とは多分話ができない。ではこちらからおはようございますとかこんにちはっていうことをちゃんと言うことによって、相手もそれに、それを多分無視する人ってあんまりいないと思うんですよね。そういうコミュニケーションを取るためには必ず挨拶が必要だっていうことを、まずそこを恥ずかしがらないでやるっていうことを。すっごい賑やかな居酒屋で全然注文が通らないみたいな。あの、自分に言ってくれれば多分すぐ注文が通る。ね、なんか埋もれちゃう声ってあるんですよね。もったいないですよね。でもね、でも声に出すって大事ですよね。言霊ですね。心がけてたりします？私は声もそうですけど、結構ノートに書いてます。あの、願い事リストを叶ったっていう体にして全部書いてます。やっぱ書くとか口にするって大事なんですよね。いつの間にか叶ってたりとかしますもん ね。そうすると、はい、続いて七田さんは誘われた飲み会は基本断らなかったということですが、どんなことにつながりましたか？基本的にはそういう飲み会の場が、雰囲気が好きなんですね。でそうすると一緒にご飯食べたりお酒飲んだりすることで、初対面であってもすごく気心が知れて親しくなって、でそれが、まあ、あの、学生時代はもちろんありましたけど、あの、社会人になってからも、そういう、あの、年上年下関わりなくいろんな方と話をすることでいい人間関係ができていって、それが仕事につながっていったり、仕事はやっぱりいい人間関係っていうのがないといい仕事にならないんですよね。いい人間関係大事だと思いますし、私自身もそういう飲みの場っていうのは意味がある、意味や価値があると思うタイプなんですが、最近それが希薄になってきてるじゃないですか、それどう思いますか？同世代、気の合う仲間とだけ飲むっていうのは、それでは良くないなって思ってるんですよね。それこそ若い世代、まあ、若い世代と決めつけてはいけないのかもしれませんが、飲みの席、これ時給いくらですかとか、これは残業なんですかみたいな声ありますよね。ありますね。でもね、このコロナ禍で飲み会とかなかなかできなかったじゃないですか、なんですけど今年に入ってからかな、昨年の終わりぐらいから、うちの法人内でも職員が今まで飲み会行きたいなんて言ってこなかった子たちまで、飲みたいですとか連れてってくださいとか、やっぱりそういうところじゃないと人とのね関係が見えないっていうか、仕事の場面だけで見てると分からない場面ってあるんですよ。でそれを求めてるんだなっていうのは、このコロナ禍でよく分かりました。あの、皆さんね、ご意見あるかと思うんですけど、そういう飲みの場っていうのはビジネスに欠かせないものだと思う方、ちょっと挙手いただけないでしょうか。おお、上がりましたね。対馬さん、いかがでしょうか。いや、飲みの場はやはり仕事がギスギスしたのを、この和ます潤滑油だと思うので、ほう、ああいう場がないとですね、最後打ち解けることがなく、次の日まで引きずっちゃったり、でもそこで和解できれば翌日、あの、いい形で進めるじゃないですか。全てこう前向きにいけると思うので、まあ、嫌だっていう人が無理やり連れてくのはね、あれなんですけど、まあ、行きたいという人がありれば、ね、ぜひ飲み会の場っていうのはあった方がいいなと思います。はあ、まあ、一方で、金本さんは今手挙げてなかったですよね。ないですね。そう、飲み会が嫌いなわけではないんですけれども、ビジネスで僕は飲み会は行かないです。で、これなぜかっていうと、まあ、従業員もそうですし、ビジネスもそうなんですけど、まあ、例えば従業員の場合ですと、まあ、それこそ従業員と飲み会って距離を近く縮めるっていうのは素晴らしいことですし、僕もずっとやってたんですよ。で、ただそれをやってくると、やっぱりその飲み会自体が交渉の場になるんですよね。要するに従業員自体が僕らに対して交渉する場になるんですよ。でそれをするとここで給料を上げないといけないとか、弱みを見したりとかで、やっぱり僕も人間ですし、お酒酔ってしまったらそこで何かポロって出てしまって、そこを何か握られてしまったりとか、まあ、職種にもよるんでしょうかね。そうですね。でやっぱりまあ僕はやっぱり営業も長くやってたので、営業職ってなると力強いメンバーがたくさんいて、やっぱりそういうところをうまく交渉してくるんですよね。で飲み会行かない人だから損するみたいな、やっぱりそういうところで会社としていい方向に行くことがあまりないんですよね。はあ、社長と従業員の距離感でのね、話でもありますから。そうですね。はい、畑さん、はい、
これまでの話を伺っていかがですか。自分は単純にちょっとお酒飲めないんで手を挙げなかったんですけど。でも大事なことですよね、はい、誰もが飲めるわけじゃないですから。ただでも距離感っておっしゃってたの自分もすごく思ってて、特に誰かとだけ飲みに行って距離を縮めるとか、まあ、飲みじゃなくても誰かとだけ近くなるとかいうことがないように、まあ、できるだけ平等にするようにっていうのは気をつけてますけどね。さあ続きまして、社長になるため、あるいは社長になった後により個性を磨いたという3人の社長の方にお話を伺っていきたいと思います、はい、日本総合警備株式会社の対馬はじめさん、株式会社ハタメタルワークスの畑恵三さん、ワンステップビヨンド株式会社の水谷博隆さんです。対馬さんはですね、先輩社員の規制概念を壊したかったということですが、どのような概念をどのように変えていったんですか。私どもの警備っていうのは基本的には道路に立って工事現場で交通誘導をするというお仕事なんですね。でこれは、まあ、あの50年の長きにわたって、まあ、あのすごく底辺の職種として扱われることが多くて、で私もこう現場に立つことが当時はありましたし今もあるんですけど、その立ってる時の待遇とかされてきたこととかを踏まえると、先輩にこうした方がいいんじゃないですかと聞くと、警備員だからしょうがないよって言うんですよね。そこで納得しちゃいけないと思って、で警備員だから何がしょうがないのかっていうのを証明しようと思って、そのためにまずは知識が必要だし経験も必要だし資格も地位も必要だと思って、まあ、あの努力をしたんですね。でもまあその誰かの安全を守るんですけど、水と安全はただっていうこの日本の国風は、安全はただなんですけど警備員さんに払うお金、水を飲むお金、こう徐々に貨幣化されてますけど、まだまだやっぱり私たち必要だって言われても、あのまあなかなか厳しい扱いをされてますよね。いやでも事故が起きてから何かこう対応するっていうのはこう可視化されるんですけど、事故が起きないようにしてるから功績が見えてないんですよね。そうなんです。でもそういうものがこう日本の社会を支えてるっていうのは我々ちゃんとこう実感しないとダメですよね。さあ続いて畑さんは事業を受け継ぐにあたり、ご自身はどのようなことを磨きましたか。そうですね、あの、まあ、毎日社長として仕事をしてますと、日々社内のことですとか取引先のことですとか本当にいろんなことが起きるんですけど、まあ、それに対して、まあ、適切にスピーディーに判断しないといけないことが本当に多いんで、まあ、できるだけ、まあ、常に冷静に、まあ、俯瞰的に物事を見て、まあ、判断間違わないようにっていうのは気をつけてますね。社長が何かあって、まあわあわしてたり格下してたらちょっとみんな不安になると思いますんで、まあ、その辺は気をつけてやってます。社長感ゼロなんですけどもなんかこう、うん、引っ張っていく感じじゃない、うん、ニュータイプなんでしょうかね。なんか、まあ、前の会社でももともとね、あの今気をつけてるって言ったんですけど、まあ、性格的にもそんなに感情的になる方ではないですし、うん、社長になろうとしてその起業されたということですか。いや、あの親の会社を継ぎました。あ、でかいのを打ち上げるぞっていうのはそんなになかった方ですか。そうですね、どっちかいうとまあ固く失敗しないようにっていう風な感じでは思ってますけどね。これまさに受け継がれたってことはすごく大変ですよ、だって路線があって、それ破壊しなきゃいけないこともあるわけじゃないですか。だからそういう意味で言ったら自分で作るって勝手にやってるんですから、はあ、だからそれはとても大変だと思います。続いて水谷さんは20代は何とかしなければと他の人よりも多くもがいたけれど、実際に行動したのは30代以降とのことです、まず20代もがいていたってなんかかっこいいんですけれども、なんかもうぐだぐだと悩んで無駄にしてた20代だったかなと思います。で30代になってから何やったかっていうと、しかもスキルを身につけるっていうのはとことんやりきった、で英語ができなかったんですけど、英語なんて越してやろうということでもうとことん英語をやって、その後中小企業診断士って今飯の種にしてる資格があるんですけれども、それを取りに
これも海外に MBA 行くしかないかなっていうところに突っ走ってしまいまして、で37歳になってからイギリスに MBA を取りに留学してまいりました。それを30代になってから突っ走ったっていうことで、多分あの20代の頃にもやもやもやっとしてたのはなんかマグマみたいに溜め込まれてたんじゃないかなって今思えば。資格を持っといた方がいいよっていうのは耳にするじゃないですか。そこに嘘はないですか。嘘はないんですけれども、はい、あの持っているだけでは自動的に仕事は来ません。資格と仕事の間には何か必要なわけですよね。そこで自分でアクションを起こしていくということ。ネゴ力ですよね。あと経験今せっかく、ね、せっかく殿下の宝刀を出したので否定しないでください。誰でも名前を知っている大企業に勤務していたんですけれども、自分で事業をやっている経営者ってすごいなって漠然と憧れていました。定年までサラリーマンをやるというのは持っていなかったんですけれども、一体何から始めればいいかって全く見当がつかない。で、サラリーマンとして組織の中で抜き出た仕事をする自信はあったんですけれども、独立というと全く見当もつかない世界です。なのでまずは転職をしてキャリアアップするという回り道をしてしまったんですけれども、最後はサラリーマンを辞めるという決断だけで社長になりました。中小企業診断士の資格は持ってはいましたけれども、何の準備もなし、売上ゼロ、顧客ゼロからの暗中模索のスタートでした。自力で仕事を獲得する苦労を経験しながら、地道に顧客基盤と人脈を拡大してきました。もう社長以外の職業はできません。28歳の時に父親が事業に失敗して、共同経営者だった叔父と2人で失踪、夜逃げしてしまったんですね。で、20代の頃の自分はただ悶々と悩むだけで何もやっていない、無駄な時間を過ごしていたんですけれども、これで目が覚めました。で、何をしたかというと、まず嫁探しというか今の奥さんを見つけまして、でそこから、まあ、子供が生まれてマイホームを建ててということで、守りに入りそうで実は私は入らなかった。ここで基盤ができたことで、いろいろできるようになりまして、英語のやり直し、中小企業診断士の資格取得、そして海外 MBA 留学まで突き進みまして、で外資系企業へのキャリアアップ転職、本の出版と夢をどんどん実現していきました。転機になったのは28歳の時の父親の失踪、そして37歳での海外 MBA 留学です。挑戦しないこと、何もしないことこそが最大の失敗です。海外にもぜひ出てください。日本の中に閉じこもらず、これから訪れる未来への視野を大きく広げていただきたいです。いろいろお話出ました。深瀬さん、いかがでしたか？いや、私もね、まあ個性あった方ではないんですけど、どういう個性を打ち出していったらいいと思いますか？もう大体20何年ってやってきてるんですけど、あんまりほらトップな感じしないでしょ。でもその個性はすごいですよ。あなた言葉選んでますよね。いやすごい、もうだって私の個性ってどういうところかちょっと教えて、うん、顔とかで、ね、全部顔とか全部いいです、もうあの相談しないです。もう個性のね、もうカリスマたちにさ、ね、相談したんですけど、はい、もう自分で考えます、はい、ということで皆さん今日も素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。次回も躍進する中小企業の社長の皆さんと日本の未来について議論を繰り広げていきます。お楽しみに。